皆さんこんにちは。この世には嘘か誠かわからない奇妙な都市伝説たくさんございます。私都市伝説を今回語らせていただく都市伝説をでございます。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回記念すべき第1回ということで、この動画がもし不人気だったら第1回で終わってしまう。この動画が続くか続かないかはあなた次第。できれば続けたい。なぜなら私都市伝説が大好きでございます。おー、寝ても覚めても都市伝説が食べたい。食べたい。今回ご紹介するのは、うん、ゲームにまつわる都市伝説でございます。おー、1981年、うん、私が生まれた年だ。 おめでとうございます。ってことはこの年に生まれた人は私と食べたね。そうですね。そうですね。オレゴン州ポートランドにポリビアスという奇妙な名前のゲームが分かりました。ほう。そのゲームで遊んだ人は、うん、皆中毒症状を陥って体調を崩したり、中には自殺者まで出たり、なんと不思議な言われている。ああ、ポリビアスというポリビアス、ね、1台しかなかったのか。いや、たくさんたくさんたくさんあった。そのオレゴン州ポートランドにいっぱいあった。ほう。ポリビアスが、ポリビアス100台ぐらいか。いや、その台数は分からない。とてもレトロなシューティングゲームだったんですけれども、はい、なんか普通のゲームと違う、うん、っていうのも、そのポリビアスが置かれていたゲームセンターには黒服の男が出入りする。まさか。え、もう分かったんすか。負けた瞬間にお前はこっちの部屋来た。バーで、そのゲームの中のなんか敵とかにさせられちゃうみたいな、うん、ビビビって、もしくはバターンって扉が閉じて聞き耳を立てたらジャー違う。その黒服の男たちが何をやっていたのか、見たところゲームセンターの人間ではない。お、ただゲームセンターゲームってゲームからお金を回収するじゃないですか、うんうん、その回収する素振りをしてるんですけども、回収してるのはお金ではなくゲームのデータを回収してる。まさか悠々白書の冒頭で、うん、三種の神器みたいな感じで、うんうん、魂を吸い出して食べるやつありましたよね。なんかあったな、あれですか。違う。その人たちは、うん、ゲームのプレイ記録を取っていたんですけど、うんうん、ある噂が流れました。ほ、 MK ウルトラ計画。 MK ウルトラ計画、うん、まさか村井殺すウルトラ計画。なぜ MK ウルトラ計画とは、うん、CIA が独自に行っていたマインドコントロール実験。おー。で、その洗脳計画にそのポリビアスが関わっていたんじゃないかと。あー、異常なまでに中毒者が出るゲーム、うん、そしてデータを抜きに来る謎の黒服、うん、そしてゲームをした者はあまりの中毒性に死にも至る。で、そのポリビアスは1ヶ月でゲームセンターから姿を消してしまう。その後、誰もこの筐体を見かけた者いない。ただ CIA 以外は勝手につけ出さないで。勝手につけ出さないで。ただこれが不思議なことに、はい、その噂は流れたんですけど、うん、実際にプレイしてる人は見たことない。え、これだけだとただの噂じゃないですか、はいはいはい、本当にあったのか、うん、このポリビアスの存在を裏付ける情報があるんですよ。1981年ポートランドのゲームセンターにいて2人の少年が倒れる。その10日後に実際に政府がポートランドゲームセンターからゲーム機を押収したと報道されている。報道されてるんだ。噂じゃないんだ。回収されてるんだね。政府によって実際に訓練としてゲーム機を使われているんです。実際に海外ではそのポリビアスと思われるゲーム機の画像など出回っております、ね、偽物なのか、そのポリビアスの都市伝説に駆られたファンが作ったものなのか、うん、海外とかアメリカでも有名なんだ。本当にコンピューターおばあちゃんぐらいか。コンピューターおばあちゃん例えが下手すぎる。YouTube で検索するとたくさんの動画が出てくるので、ぜひ皆さん見てみてください、はい、果たしてポリビアスというゲーム機は本当に実在していたのでしょうか。信じても信じなくてもどっちでもいい。また都市伝説動画を見たいよと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。他にも面白い都市伝説あったら教えてください。あれ、都市伝説さんですかね。お前の仕事だろそれ。また次回の動画でお会いしましょう。さよ。